俺の名前はアドレッド・マイヤー、地上最強の男だ。誰？試合内容の変更をお知らせするぜ。地上最強の男アドレッドとあんたら二人の戦いだ。貴様無礼が過ぎるぞ。おい、そこのバカを追い出せ。試合開始だ。さすがだな。水子、ふざけおって。すまねえ。その毒は痛いだろう。あんたの靴は布だったからな。どうだ、見たか。俺の勝利だ。俺の名前はアドレッド・マイヤー、地上最強の男だ。聞こえているか、地上最強が困った村人を放っておけるか。行くぞ、ナシタリア。はい。俺が足止めする。ナッシェタニアはとどめだ。やったな。いえ、さすがです。耳に響く笛ですか。完璧だったぜ。何を言って、マッシュタニア。アドレッドさん、その人から離れてください。やめろ。待て、攻撃するな、フレミー。やめろ、ナッシュタリア。何を驚いてるの。言ったはずよ、会えば殺し合う。邪魔だ、アドレッド。やめろ。
みろ。突破しましょう、ゴルダ。てめえかハンス。そういやお前は暗殺者だったな。不意打ちと罠は専門分野ってわけか。卑劣技だけが武器と思ってたべ。おめえ思ったよりやるやつだにゃ。あっちまったか。やるしかねえみてえだな。一旦引くしかない。逃げの一手だ。殺す気でかかってきた方がいいだよ。出ねえと一瞬で決着がついちまうべ。そっちから来いよ。胸を貸してやるぜ。にひっ、うにゃっ、うにゃにゃっ、うにゃっ、うにゃっ、にゃっ。同じ手は通じない。ビッグにゃっ、ふざけ、ふっ、残念だったべな、アドレッド。ってのはオラさえいなければもうちょっと上手に騙せたかもしれねえ。ハンス、俺は偽物じゃねえとでも言うつもりかにゃ。そりゃ通らねえだよ。人質取った時にゃオラぶったまげただよ。もうちっと頭の回る男だと思ってただ。吐いてもらおうか。誰の命令で動いていた。言えねえな、偽物じゃねえから。病気のおっかさんに薬がいるだか、可愛い恋人が人質に取られてるだか。家族も恋人もいねえ。何度も言うが俺は偽物じゃない。にゃ、じゃあ死んで悲しむもんはおらんのだね。うにゃこれを使わせやがったな、そったれ。そっちだか。くそ、あれくらってなんで正確に当ててくんだ。天才め。凡人にはできない。全然効かねえな。
ん？いや。何してるだ。かかってこいよ。秘密道具なんかもういらねえ。実力でお前に勝ってやる。何か企んでるだね。そうだよ。にゃ。どうしたハンス、怖いのか。ああ怖えだよ。正直だな。オラは人殺しはするけど嘘はつかねえ。嘘をつくのはいけねえことだべ。この場において勝利とはハンスを倒すことじゃねえ。俺への疑いを晴らし七人目を見つけ出すことだ。そのための策は。そうだ、警戒しろ、観察しろ。どこだ俺の切り札は。服の中か、口の中か、それとも足元か。俺の捨てたベルトとの距離はどうだ。だがお前が警戒しないものが一つある。天才のお前が警戒する必要のないものが。にゃっ、もう遅い。そうだハンス、お前なら分かったはずだ。今の攻撃はわざと外したことくらい。なぜ外しただ。考えろハンス。俺が7人目だとしたら、ここで攻撃を外す理由があるか。さっきの攻撃が俺にとってお前を倒す唯一の機会だった。それをみすみす逃した理由は何だ。騙そうったってそうはいかねえ。俺が7人目だとしたら騙すより殺す方が確実だ。お前は俺の剣を全く警戒してなかった。そうだろう。俺は本物だ。だからこそ仲間であるお前を殺すわけにはいかなかった。それが答えだ。さっきの攻撃を外した理由だ。納得しろハンス。これは賭けだ。ハンスが7人目だったら俺は終わりだ。にゃ、納得しただよ。おめえは本物のロッカーだ。ハンス、ここに残っていてよかっただよ。他の連中なら説得されちまってた。惜しかっただな。おめえは本当に惜しかった。残念だったな、アドレッド。ハンス！七人目は、オラだ！俺は、賭けに負けたのか。ここだよ。猫さん、そいつ偽物じゃなかったのかな。どうしてのんきに話してるの。にゃあ、攻撃するな、チャモ。こいつは敵じゃねえって分かっただよ。変な話、どうして。それは話さなくていいよ。別にどうでもいいことだしね。チャモはここにいるのに飽きたよ。一人じゃつまらないし、遊ぶものもないし、さっさと魔人を倒しに行きたいの。そうか、俺もそう思う。なら聞きたいことがある。誰が7人目かを見つけるためにとても重要なことなんだ。もうそういう話は飽きたよ。誰が偽物とか本物だとか。まずはアドレッド、君だね。君じゃなかったらフレミーだ。それも違うなら猫さん、違うなら姫様とでっかい人を片付ける。まさかモーラおばちゃんが7人目のわけないから、おばちゃんだけは殺す気ないけど。待て、チャモ、何を言っている。
全員殺せば誰かが敵だよ。魔人なんてチャモ一人いれば十分なんだ。今まで食べた生き物がみんな仲良く暮らしてるんだよ。やって、握るべよ。同感。森もダメだ。塩の柱の中だ。結界が効かねえだ。くそ、聖者の腹の中にいたからってこいつらまで聖者扱いかよ。今度潮の聖者様に文句言いに行くな。なんだべこれ。一瞬で再生するのか。くそ、フレミが逃げ出すわけだ。にゃー、ふざけるな、チャモ。なぜハウスまで攻撃する。別にいいでしょ。猫さんだって偽物じゃない証拠はないもん。何を考えてるんだ。チャモ、いいこと考えたよ。猫さん、アドレッドを殺してよ。それで結界が解けたら猫さんは殺さないよ。心配すんな、するわけねえべ。ハンス、どうしようもないときはお前だけでも逃げろ。ふざけんな、偉そうな口聞くでねえ。行くぞ。にゃー、こんなの相手じゃキリがねえだよ。だったらチャモを狙えば。連携するぞ。いや、分かってるべ。ダメだ、今日もの奴ら自分で判断してチャモを守ってるな。みんな同じことをするんだね。連携してチャモを狙う。そんなこと誰もできなかったんだよ。なんかねえのか、アドレット。今日は疲れる様子がね。長引くほどこっちが不利だ。ハンス、俺を守れ。オラだって精一杯だべ。横着すんじゃねえだよ。お前が守ってる間に考えるんだよ。どれだけ持つ。60秒。60秒経ったら何も考えずチャモに突撃しろ。俺が援護する。急げ、考えろ。京馬に眠りと麻痺の針は通じない。だが毒針の痛みは有効なはずだ。そして、おお、びっくりした。火を吐くなんて人間技じゃないね。京馬を引きつける笛、
それだけじゃ足りない。あとは60秒だ。ハンス行け。強魔を一瞬ひるませてシャモを狙う。これくらい誰もが試したはずだ。覚悟するな。アホ。避けるな。受け止めろ。決めろハンス。にゃたら。山の神、我に力を。一命は取り留めたが危険な状況じゃ。やったのはアドレッドだ。やはり奴が七人目だったのだ。一刻も早く殺せ。ためらうでないぞ。何を考えてやがる。姫もこれで腹をくくるだろう。フレミンもまさかアドレッドを逃すことはあるまい。てめえまさか。半殺しにする必要あるよね。バカなことを言うな。ただ抑えておくだけでいいと言っただろう。ジェラー、まさか、まさかてめえが七人目だか。モーラか。そういうことのように。なんてことしやがる。ハンスは無事だ。あれはモーラの罠だ。一命は取り留めたと言ってたわ。それに私はもうあなたを信じないわ。フレミ、でかしたぞフレミ。フレミーです。位置を教えています。ええ、あそこにアドレッドさんがいるのね。フレミー、神殿に戻れ。戻ればモーラが嘘をついているとわかる。だから何、あなたが偽物であることに変わりはない。なぜそう思うんだ。俺は、足なら俺の方が早い。今は逃げるしかない。やばい。容赦なしかよ。なぜ俺を偽物だと思った。フレミー。フレミーは人を信じないんじゃない、信じないと決めたんだ。信じたいんだ。
仕留め損なったか。モーラ！モーラ援護しろ。奴は私が殺す。わかったわ。こそお前が怖い。ここで殺さなければ誰もがお前を信じてしまう。フレミ、俺が死んだ後はハンスを頼る。あいつは信頼できる。嫌いだった。あなたのこと信じそうになる自分が嫌いだった。やめろフレミ、騙されるな。今も嫌いよ。話せば話すほど嫌いになる。私はあなたの言うことを信じてしまう。もう二度と誰のことも信じないと誓ったのに。フレミ。お前もだ。おー、山の神よ。私がモーラを抑えるわ。ダメだ、お前も逃げるんだ。どこに？考え中だ。遅いぞ、姫。まさか。ナッシャ・タニア。アドレッド。彼女は敵よ。楽しかったですよ、アドレッドさん。では、あなたを殺しますね。ドレッド、ハンスは重傷じゃ。フレミーは騙されているだけじゃ。落ち着いてナッシャ・タニア。アドレッドさん、私は待っているのですが。何を？懺悔。悪いことをした人が捕まると死ぬ前に懺悔をするのでしょう。確かメイド長がそう言っていましたよ。逃げて、まともじゃない。俺は神殿に向かう。アドレッドさん、まだですか？姫、世間知らずに過ぎるぞ。懺悔は誰も彼もがするものではない。では殺してもいいのですね。
習させすぎました。一瞬の躊躇もなしか。来たわ。フルミが邪魔を。ハドレッドに騙されたのじゃ。二人を抑えてみせる。ハドレッドは逃げて。フレミーを守ると言った矢先に。フレミー、必ずお前を守りきる。俺は地上最強の男だ。二人を抑えられると思うか。ナッシェ・タニア、いい仲間だと信じていた。お前と二人なら魔人も恐れることはないと思った。今さら何をよまいごと。裏切ったのはあなたの方ですよ、アドレッドさん。俺は何も悪いことはしちゃいない。俺は仲間を殺していない。みんなを罠にかけてもいない。もう私は騙されません。七人目はあなたです。はあ、無駄ですよ。姫！すまん！姫！ご無事ですか？私に構わないで！アドレッド恩大！
この寒さに。よくやったぞ、ゴルドフ。アドレット。実はもう走るのも辛かったんだ、ゴルドフ。助かったぜ、ここまで飛ばしてくれて。モーラさん、今の立場分かっていますか？フレミーさん、アドレッドさんから離れないでください。ゴルドフ、モーラさんを逃がさないで。はい。待て姫、私ではない。何の証拠があるというのだ？証拠は確かにありません。ですが、あなた以外に誰がいると？まさかフレミーさんが偽物だとでも言うつもりですか？アドレッド、確かに証拠はない。だが、モーラの他に誰がいる？フレミー、ナッシェタニアは偽物ではないと確信している。ハンスは7人目の策略を暴くことに協力してくれた。ゴルドフも、あれほど忠実な男が裏切っていたとは考えられない。チャモはもともと疑っていない。おばちゃんじゃないよ。モーラおばちゃんは7人目じゃないよ。チャモね、こんなもの見つけたんだよ。石板？さっき神殿の床をぶち抜いてその下を掘ってみたんだ。そしたら大きな箱があったんだ。中にはね、宝剣とこの石板が2枚入ってたの。2枚？1枚は神殿に置いてあったあの石板だ。宝剣もあそこにあったのと同じだにゃ。この結界を作ったやつはえらく用意いいやつだべ。結界を作動させる細具の予備を作っておいたんだな。チャモが見つけたんだよ。ま、地下に何かあるかもって聞いたのはオラだけどな。でも見つけたのはチャモだけどね。考えたのはオラだけどね。にゃ。手柄争いは後にしてくれ。石板が2枚あるのはなぜだ？にゃ。そう、その2枚目が問題だ。そっちは祭壇にあるのと同じもんだった。で、別の1枚には結界を解除する手段と、それともう一度結界を作動させる方法が書いてあっただ。驚いたのは結界を作動させる手段の方だべ。もう一度結界を作動させるには、宝剣と壊れた石板を取り除いた後、作動の手順を繰り返すべし。すなわち宝剣を握って血を伝わらせ、所定の言葉とともに石板を壊すのだ。それは本物なのか？もう一枚の石板と宝剣は祭壇のと同じだったんだよ。んだ、これだけが偽物とは思えねえだよ。にゃ、さーて石板を壊したのは誰かにゃ？オラは知らんのだよ。チャモが来た時にはもう石板は壊れていたね。壊したのは誰かな？覚えているかにゃ、アドレッド。ああ、覚えている。全部覚えている。最初はゴルドフだった。アドレッド、石板を割ったのは誰だ？そんなバカな。ナッシェタニアよ。姫さんか、びっくりだな。ゴルドフの方だと思っていたがにゃ。姫が。ご安心ください、姫は私が守ります。私は確かに石板は、でも私は結界を作動させるつもりなんて。アドレッドさん、何か言ってください。私は7人目ではありません。アドレッドさん、握手してください。この度
6課の勇者に選ばれました。こういうの初めてなんです。綺麗ですね。とても静かで平和な景色。その少女は6課殺しの犯人です。世の中の殿方はああいう守ってあげたくなるような女の子が好きなのでしょうね。私じゃないって言ってください。そうだ、この罠には重大な前提条件がある。それは一人で一番最初に神殿にたどり着いた勇者が、そいつが罠にかかるってことだ。だから俺を罠にかけたのは、俺を神殿に行かせた。アドレッドさん、神殿に向かってください。ここは私たちが引き受けます。まさかそうなのか。ナッシェタニア！アドレッドさん。リザイン。リザインです。降伏するという意味です。姫、何をおっしゃっているのです。だからゴルドフ、私が七人目だと言っているの。ごめんなさいね。もう少し粘れたかもしれません。でもアドレッドさんがこの調子では何を言っても無駄だったでしょうね。不覚でした。予備の細部があることは分かっていましたが、そこに結界の作動手段が書かれていたとは、下調べが不十分でした。しかし一人も倒せないとは。最低でも二人は削れると思っていたのですが、敗因は積極性に欠けたことでしょう。アドレッドさんに近づいて不意打ちするか、ゴルドフを仕留めておくか、いろいろ戦い方はあったのに。途中まであまりに順調だったので全て見逃してしまいました。アドレッドさんは間抜けで騙されやすい人だと思っていたんです。最初の犠牲者にふさわしく簡単に殺せるはずだったのに、逆に私が追い詰められてしまうなんて予想外でした。そしてハンスさん、多分あなたが一番厄介な敵になると考えていました。予想通りでしたよ。あなたさえいなければ私は負けていませんでしたから。なぜ我らを殺そうと。ん？いや、本当に殺すつもりだったので。魔人に味方して世界を滅ぼすつもりで。本当はこんなことをせずに全てを明かして協力を求めるべきだったのかもしれません。今となっては意味のないことですが。姫、教えてください。一体何をしようとしてるのです。私はあなたについていきます。実はね、ゴルドフ、もしもあなたが何も言わず黙って言うことを聞いてくれたら、私は真相を語っていたわ。けれどまさかあんなことを言い出すなんて。姫、チャモは知りたいんだけどな。なんでチャモたちを殺したかったの？私は本当の平和を望んでいます。魔人も教魔も人間も争うことなく暮らせる世界を作りたい。あなた方には恨みはありません。ですが私には魔人を復活させる必要がありました。なのでどうしても6課の勇者を抹殺しなければならなかったのです。意味がわからない。何を言っているのだ姫は。皆さんにお願いがあります。撤退してくれませんか？復活した魔人は私が処理します。人間の世を滅ぼしたりはさせません。なぜなら私は人間も教魔も平等に愛しているからです。姫、頼む。意味がわかるように言ってくれ。私の目的は教魔たちに心を入れ替えさせ人間と和睦することなのです。和睦？いや、和睦すりゃ世界が平和になるのか？はい、なります。ですが危険がないとは言えません。そのための少々の犠牲は出ます。でも本当に少々の犠牲です。どれくらいなの？想定では人間の犠牲は50万人ほどで済むはずです。50? ええ、たった50万です。
ハンス、フレミー、モーラ、ジャモ、殺せ！無理でしたか。この匂いは、にゃにゃにゃ、甘い匂い、まるでリンゴの香り。姫、ゴルドフ、一緒に行けなくて残念だったわ。さようなら。強魔の技だ。しかも相当に上級の。それとフラミーさん、あなたとなら分かり合えるかもしれないと思っています。いや、まだ近くにいるだろう。また会いましょう。あっちだ。フレミー、アドレッドを頼む。